元 TBS アナウンサーで、社会人アメリカンフットボールの選手としても活躍した有馬隼人アナウンサー、46、が10日、自身のインスタグラムを更新。最新ショットを披露した、b f m Awake、月曜から金曜、全6時、の月曜から木曜の DJ を担当している有馬アナ。Awake、の生放送終了後、アンナパイセンネキが参上。 次の番組、ミラクルの生放送開始直前に会いに来てくれましたと綴り、2ショットを撮影。有馬アナはオレンジ色のロンティ姿でにっこりと微笑んだ。6日の投稿では、私の敬う伊藤楓の古典へ、と記し、元 TBS アナの伊藤楓さんの個展を訪れたことを報告。好きを貫くことの大切さを教えてくれると尊敬していた。 アリマアナは歓楽大時代の1999年、甲子園ボールで日本一になり、年間最優秀選手を獲得。2001年に TBS に入社しブロードキャスター、J スポーツ、花丸マーケットなどに出演。4年に同局を退社した。その後、社会人アメリカンフットボール、アサヒビールシルバースター、アサヒ飲料チャレンジャーズで活動し、12年シーズンで現役引退。 現在はキャスターやラジオ DJ、スポーツ実況などで活躍している。